はい、どうもこんにちは。マイクロメートルグラスのゆうすけです。今回はですね、恋のお悩み相談室ということで、皆様からですね、たくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。メッセージの方もですね、1億件を超えていますので、なかなか全てをですね、全てにお答えすることができないと思いますが、少しずつ、回答していきたいと思います。では早速ボブ先生をですねお呼びしたいと思いますので、いきますね。はい、じゃあレーマスターミスターボーブ、どうぞ。恨めしよ。はい、恨めしよ。恨めし、はい、はい、ボブです。ボブさん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。恨めしや、はい、恨めしや、どうぞよろしくお願いします。言うてますけども、言うてますけども、はい、いい感じですね。今日も先生、はい、はい、その調子で今日もどんどんお答えていただけたらですね、皆さんの力に、ね、なると思いますので、はい、明るく元気に、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速、コメントの方読ませていただきますね。はい、お願いします。はい、ですね、ラジオネームゴラリマッチョさん、はい、うん、こちら30代後半の女性です。お、私は結婚して6年が経ちます。はい、子供は2人、4歳と1歳です。うん、はい、最初の子供が生まれてからは特に2人の間で問題はなかったのですが、うん、2人目が生まれてから1年半ほど夜の関係がなくなってしまいました。あら、あららら。原因があるわけではないと思うのですが、このままでは心配です。はい、何かきっかけがあればまた前のように戻るのかなとは思いますが、どうすればいいですかという、質問でございますが、これね、はい、結婚して6年という年月が経っていて、子供が2人いるということで、はい、よくあると思いますね。うーん、僕らは子供がいないのでちょっとね、こういう問題がねなかなか難しいんですが、うん、やっぱり恋愛マスターであるボブ先生はですね、このような相談もね数多く答えてくれてると思いますので、はい、うん、どうですかね、これ。どうですかね、いります、いりますか、どういうことですか。ゆうすけさんとかいる派ですか。あー、夜の交流、はい、夜の関係、はい、どうですかね、やっぱないと寂しいんじゃないですかね。僕はこれもでも毎日とかはいらないですけどね。あ、うん、これもね、うん、やっぱ漠然とした不安はあるっす、うん、でしょうね。その、うんうんうん、もう最初からない、うん、もう俺もうちょっとなしでいい、うんうん、必要な時そんな多くなくていいみたいなね、うんうん、お互いにうんうんうん、っていう契約最初に交わしとったら、うん、あれなんですけど、まあ、そんな契約してるカップルはねなかなかいないと思いますけど、まあね、これセックスレスという問題ですよ。まあ不安にはなるんすよね、うん、でちょっと下調べをしてきまして、はい、はい、セックスレスというものをですね、定義というものがあるんですよ、はい、でこちら1994年に設立されたれっきとした定義というものがありまして、はい、特殊な事情が認められないのにもかかわらず、はい、
カップルの合意した性交あるいはセクシャルコンタクトが1ヶ月以上なく、ほう、その後も長期にわたることが予想される場合となっています。ほう、ということで一月で、そうなんですよ、1ヶ月以上ない場合はもうセックスレスという定義に当てはまるらしいんですよね。でここでちょっと注意してもらいたいのが、性交あるいはセクシャルコンタクトっていう部分なんですけど、はい、セクシャルコンタクトっていうのって何か分かりますか？まあその最後までしなくても、そう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 、途中まででもまあそういうに含まれますよってことですか？そうなんですよ。でこの場合挿入がなくても身体の触れ合いやペッティングやセックスコンタクトに含まれているため、夫婦間でスキンシップのみでも満足しているのであればセックスレスにはなりません。まあ、言うたら、はい、添い寝してイチャイチャしとったら、うんうん、まあそれで、ね、まあ、そういうのがあれば、そうそう、まあ、問題はないですよっていうことですよね、うん、お互い満足しているのであれば、はい、うん、それはないな、ないっていうことなんですよ。まあ、よく聞くのが、まあ、日本っていう場所って、はい、あるコンドームの会社が調べたところ、はい、40何カ国で調査して、はいはい、日本ってセックスレスの割合が世界で一番なんですよ。っていうぐらい、まあ、うん、恥ずかしがり屋ですからね。そうなんですよね。結構文化に結構引っ張られてる部分があるなと思うんですよね。なんか男は行動で示すとか、 あまりこう言葉では言わないみたいなね、背中で語るみたいなね、よく言われるじゃないですか、はいはい、なんですかね、こう外でイチャイチャしているカップルを見ると、うーん、何やってんだよみたいな、公共の場でおいおいっつってこう林立てられるみたいなね。欧米とかだったらどこでもねキスとかハグとかねするっていう文化もありますし、その文化の違いっていうのもあるんですが、確かにです ね、あと聞くのが、子供ができたら、はい、なんかこう変わってしまうみたいな、あ、よく聞きますよね。この人もそんな感じですよね、言うたら、うんうんうん、2人目できたら、2人目できて、うん、なんかトンとなくなった感じですよね、うん、やっぱりこう忙しいんでしょうね、うん、2人目が生まれて、まあ、1人目では問題がなくっていう感じだったらしいんですけど、2人が生まれてから1年半ほど、1年半どうすか、1年半どうすか長いっすよね、1年半って言ったら、うん、確かにそうですよ ね、その男女の関係から、うん、お父さんお母さんになってしまったってことですよね、うんうん、そうそうそうなんですよ。どっちかがその彼氏彼女みたいなキャッキャウフした関係から、そうそう、パパママになってる感じですよね。多分旦那さんも、うん、もう嫁じゃなくて、うん、ママなんでしょうね、うん、お母さんに見えてるのかもしれませんね、うん、そういうのよく聞きますよね、うんうん、難しいですね、うん、なんか母親に見える瞬間っていうのは僕も経験したことないんですが、はい、どうなんだろうかな、その、うん、愛の形が変わったんでしょうね、うん、ちょっと私的に言っちゃったっすけど、これもう、はい、ズバッとズバッと、お母さん多分そのパートナー、うん、嫁じゃなくてお母さんに見えて興奮できない、うんうんうん、その可能性はありますね。お母さんに興奮すればいいんじゃないですか、うんうん、あ、旦那さんがね、はい、旦那さんがそのママとして見て、その上でその姿に興奮すれば、あ、なるほどね。よく AV でもありますもんね。ありますね。そのジャンルで言うと、はい、なんか義母、義母とか、はいはい、なんか実の母にとか、小柄なね男優さんと、
おっぱい大きい人と、うわあ、なんだっけ、なんとか翔太くんがなかったのか、え、なんだったっけあれ。いや、翔太くんは覚えてます。翔太くん、翔太くん、翔太くん、めっちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃい人。じゃあこれ旦那さんが翔太くんになると、はい、解決方法的にはそうですね。はあ、ここ最近でも増えてますよね。え、ないですか、どういうことですか。え、増えてます。なんかここ最近そのネットでも、はい、バブミを感じるとか。あ、バブミね、バブミを感じるっていう言葉がここ最近急にポンって出てきたじゃないですか。ありますあります。ってことはやっぱそういう人が増えてるんですよ。はあ、なるほどね。バブミを感じたい男性が増えてると。そうですね、翔太くんになりたい男性が増えているということで、包容力を求める男性っていうんですね。うん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 、多様性ですね、それも一つの。そうですね、うん、ということでこれ解決しそうですね。じゃあ、先生の方に処方箋を出してもらいたいと思います。処方箋として、はい、パンパースそうですね、これはこうですね、これはこうですね。やっぱりバブミを感じるとなればパンパース、あと黄色い帽子とかもね、あいいかもしれないですよね。大人用のね、ちゃんと大人用のパンパース。それ老人のおじいちゃんのおじいちゃんの絵描いてないですか。で買ってあげて、どう誘えばいいですかね。これでも多分その家事とかする流れで、うん、その旦那さんのパンツとか洗濯して、うん、で取り込むタイミングでパンパースを擦り込んどなんか入れとったら、はい、多分最初全パンパースだったらバレると思うんですよ。あの最初5枚に1枚パンパースから始めてそうですね、徐々に増やしていただいて、うんうんうん、こうお風呂沸いてるよとかって言って、うん、お風呂入ってるじゃないですか。でそこに、あ、じゃあここ下着置いとくねとかって言って、はいはい、パンパースを置いてるということもいいかもしれないですよね。いいですじゃあ旦那さんも、あ、やっと分かってくれたよおむつ入った瞬間なんか絵も知れない感情がねなん懐かしいみたいないいっすね、いいかもしれないですね、本当に。そうですね、でパンツが変われば徐々に精神も引っ張られていくんで、パンツにですよね。まずは履いてみるところからね、はい、やったらそういう気持ちになると思うので、はい、うん、ということでゴラリマッチョさん、パンパースをですね用意していただいて履かせてみると、はい、ということで、あ、なんかちょっとよく見えてきましたね。ちょっとなんかそういうスイッチが入りそうな気分になってきました今僕はちょっと雑かなって思ったんですけどいやいや、いいと思います。はい、はい、ご投稿ありがとうございました。ありがとうございました。マイクは、じゃあ続きまして、はい、ラジオネームちーさん、はい、こちらも30代女性の方ですね。はい、おー、すごいすごい、女性が続きますけど、すごい、女性ファンも増えてます、ね、女性ファンも増えてるのでねありがとうございます、はい、初めてコメントさせていただきます。はい、ありがとうございます。ボブさん、こんにちは。こんにちは。少し相談しにくい問題なのですが、はい、今私には真剣に付き合っている彼氏がいます、はい、将来のことも考えているのですが、私と彼氏とでは収入が私の方が多い状態です。お、はいはい、私は別に気にしてはいないのですが、彼はプライドが高くて食事に行っても無理しようとします。うん、たまにネガティブモードに入ったりもして、慰めようにもどうしたらいいか分かりません。はい、よく気まずくなります、はい、収入の差問題どう捉えていけばいいですか。ちなみに私は看護師で彼は服のショップ店員ですと、はいはい、
いうことなんですが、これはねえ、なんか何とも言えないような、確かに相談しにくい問題だと思いますね、うん、これ、まあ、最近で言うと、はい、こういうパターンも多分あると思うんですよ。まあそうですよ ね、女性の方が、女性もやっぱりねバリバリ働く時代なので、はい、女性の方が収入が多いということで、収入ね お金欲しいっすよね。そうこんなんね言われてもね、こっちのセリフじゃんっていうね給料上がんないっすよ全然、ね、この恋愛相談室もですね、なかなかもう商売上がったりの時もありますし、カツカツっすよ、カツカツですからね本当に一生懸命やっても一切上がらんびっくりしますよもう明細見てこれボブ先生の恋愛相談室じゃないんですかやさぐれが出ましたやさぐれが出ましたけど、これ先生の病院じゃないんですかねこれ先生が明細もらってみたたまに、ね、患者モードに明細、そうですね、僕があのあなたがオーナーでしょっていう、そうですね、話なんですけども、雇われとるわけではないですけど、マイクロ平均年収をちょっと調べてきまして、はい、年代でいうと平均年収男性は20代で371万円、はい、女性は321万円らしいですね、はい、ちょっとこれ看護師と服のショップ店員なんでちょっとね、分からないんですが、はいはい、あと30代でしたら全体では444万円、へ、男性は484万円、女性は377万円、はい、らしいですよ。まあでも20代の時点で僕より多いですね皆さん、どんどん相談に来てくださいねこちらもね商売なのでということで、すごいですねこれ、みんなもう30代男性で484万円、もう500万近いですよ年収、これどんなデータだよって思うんですけどね。これもね、でも都会と田舎じゃ変わってくるじゃないですか。あ、まあ、確かに確かに都会だったらねこれぐらいで普通なのかもしれないですもんね、うん、まあその分ね家賃やら物価がで、うんうんね、かかるんでしょうけども、で都会で言ったらその家賃5万円台って言ったら、はい、ないっすもんね。ですね、もう風呂がないとか、はい、そういうとこもあるしボロボロだとか、はい、もう田舎で5万円出したら割と綺麗な部屋に住めますからね。ですね、うん、僕3万で3部屋ありますからねいや本当にね、田舎の特権だと思いますよそれは周りは何もないですけどねじゃなくてこれだったら、看護師の彼女と、ショップ店員の彼氏で、はい、まあデートでご飯食べに行くんでしょうね、はい、で多分その彼氏がこう昔かたぎな感じで、うん、いや俺が出すよみたいな感じでね、まあ、それはねいいところやと思いますけど、うん、どうですかその、デートで、はい、食事に行くじゃないですか、はい、出します。まあ出しますね。はあ、すごいですね。でもまあその辺なんていうんですか、すり合わせていくじゃないですか。まあ、うんうん、そのそういうがよくわからん、うん、一番最初はとりあえず出そうという格好はしますね、とりあえず。ああ、いや、いいよいいよって言って、うん、はあはあはあ、なるほどね。 あれも、これ結構永遠のテーマじゃないですか、うん、男女の、うんうん、で、そういうのが嫌っていう女性もいるじゃないですか。まあそうですね、割り勘がいいっていう女性もいますし、うん、別に奢ってもらう理由がないみたいな感じで、うんうん、なんかよく聞くのが、女の人はデートするのにも化粧代とかかかってて、はいはいはい、その分男性は多く出すべきだっていう人もいますし、でもそういうん全般に言えるんですけど、うん、まあその言い分は分かるし、うんうん、その通りかなっていう部分もあるんですけど、うん、別にそれお前が言うことじゃないよね
とは思うんですよ僕。それ女性側が言ったら終わりやんって俺だって服着てるよみたいな。そう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 、別にそれね、向こうが言ったら、うん、途端になんか嫌な感じになるじゃないですか。まあそうですね、まあそういう話もありますし、僕はもうなんか割り勘がいいですね。ああ、うん、なんかね、そうですね、これ賛否あると思うんですけど、はい、お金を出した方が楽しいというか、はい、そういう感覚なんですよね、はいはいはい、僕。なるほど、うん、なんか例えば、まあ、2000円払っていくライブと、はい、無料で行くライブ、あって言ってなんかこう気持ちの差がありません？2000円払ったから、そう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 、目いっぱい楽しまなきゃっていう、そう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 、そんな気持ちになりますね。うん、そんな感覚があるので、うん、足した方が楽しいよみたいなちょっとね、ちょっと違うかもしれないですけど、まあ収入の差の戻しますか、戻しますか、戻しますか収入の差、彼氏、金がありゃええでしょ。そうですね、彼はでも服のショップ店員で、はい、やっぱり僕も服のショップ店員やったことはあるんですけど、いろいろしますいろいろしてますって僕はい、本当に給料少ないですよ。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ少ないですよ。しかもそのブランドの服を買わないといけなかったり、結構自分で、そう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 、その服にかけるお金だとか、はいはいはい、そのファッション雑誌とか買って勉強もしないといけないので、最近の流行だとかそういうのにお金が飛んでいくんですよね、うん、なので結構本当に大変だと思います、ショップ店員。それならまた、うん、給料とは別で収入を得る副業みたいな感じですか。ですかね、うん、そうなるっすかね。どうなんすかね、大変。まあ最近だったら副業っていうのも、うん、なんかやってもいいよみたいな感覚の企業っていうのがね増えてきてますけど、うん、まあって言っても、うん、その副業ってのもね、はい、これ大変ですよ。これあの、はい、ここだけの話なんですけど、はい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 、もうゆうすけさんと、うん、ラジオ聞いてくれてるリスナーさんのため、はいはい、なんですか。最近、うん、ええもん見つけたんですけど。おお、はい。これほんまにあの最近発見された、はい、パワーが出てる、パワーが出ている石が発見されて。ほう。それ波動石って言うんですけど。波動石。と言いますと。と言いますけど、はいはいはい。波動が出てるんですよ。波動が出ている、いい波動が、その石からですか。はい、うん、それをブレスレットにしてますけど、はい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 、手首つけてたらはい、なんか聞いたことがあるようなものですけど、はい、いい気が、はい、循環回ってくる、血流に乗って全身に回るんですよ、はい、なるほど、うん、これつけたら、はい、金運はもうもちろんですよね。うん、金運はもちろん、はい、僕なんかもうね、腰痛とか治りましたし、そうですね、たまに坊さんつけてますねあれですかそうですそうです腰痛は治りますし、すごいですね、はい、テストも一番テストも一番彼女もできましたよくあの雑誌の裏にある、ああそうですね、あの宝石とかアクセサリーみたいな、はい、まあああいうパチモンとはちゃうんですけど、ああそれとは違う、れっきとしたアメリカの、アメリカの大学でちゃんと研究された波動が出てる、すごいですねそれ、うん、へえ、それをつけたらその金運も上がるし、恋愛運だとか全てが向上すると、はい、もう全部がまんべんなくマックスになる、へえすごいですねそれすごい、もうアメリカの大学言ってますから、波動出てるってじゃあもう間違いないって思って僕は
それいくらぐらいしたんですか一つ。いや安いですよ。ああ、はいはい、56,000円。まあこっからね給料倍になるんやから、56,000円って。そうですね、一月で取り返されるはいはい、投資ですよねそれ、はい、いわば。なるほど、じゃあそれをつけて、はい、彼の運気を上げようという感じですか。そうですね。なるほど、もういいですねそれ。僕もあんま言いたくないんですよ。そうですね、正直。じゃあこれはここの、恋のお悩み相談室のリスナーの方と僕、はいはい、だけに教える情報ということで、今日だけ、ここだけの話、今日だけの話、はい、あーいいっすね、ラッキーです、ラッキーです。聞いてくれた人今日聞いてくれた人、あの限定でその相談送ってくれた人、はい、チーさんですね、うん、もうこの時点で幸運は始まったんですよね。波動石が僕を通じて皆様に、皆様の運がちょっと開いとんですよね、僕を通じて。もうすでに効果があると、はい、でしかもそのブレスレットをつけたら、はい、運気が上がるというわけでございますね、はい、ということで、処方箋としては波動石の波動石のブレスレットこちらは、今回は、処方箋として出して、はい、いう、いいんですかそれ、56,000円でしたっけ、特別、特別、今回だけ。まあ、ネックレスもあるんで。ネックレスが欲しい場合はまた問い合わせ、ね、していただければ、ポ、はい、ンさんの方からですね、はい、こちらは、代金と引き換えに、はい、商品の発送させ、させていただきますということで、よろしいですか。はい。ですね、チーさん、この波動石のブレスレットをつけて、もう彼だけとは言わずね、ですね、周りにも、周りにも勧めていただいて、まあ、いいですね。もうなんか恋の悩み相談室もうすべてそれで解決できそうな。はい波動石。はい、はい波動石。もう今回だけということで特別スペシャルということでですね、はい、処方箋の方をお送りさせていただきます。はい、はい、頑張ってください。ということでちいさんご投稿ありがとうございました。ありがとうございました。マイコー。はい、続きまして、はいはい、ラジオネームスネーク柏木さん、はい、10代男性の方ですね、はい、最近ある女子が自分のことを見てきます。ほう。遠目から見られたり、休み時間に遊んでいると離れたところから見られたり、席替えが2回あったのですが、おう、その子は班長で、はい、2回とも自分を同じ班に選んできました。おお。その子はとても可愛いし優等生で真面目です。はい、好意があるなら付き合いたいですが、少し疑問点があります。はい、その子には彼氏がいるのです。あら。ですがややこしいことに別れたり付き合ったりを繰り返していて、ほう、今は付き合っているのかも分かりません。はい、自分への目の向け方や話している時の顔の赤さはやはり好意に近いものを感じるのですが、はい、どうなのでしょうという。なんかキュンキュンしますねこれ。そうですね、いい感じですね。そのやっぱ学校であるなんか男女のすれ違いとかいう感じですよね。はい、いいですね、ほっこりしますねこれは。なんかありましたよね。ありました、あいつ俺のこと好きなんじゃないのみたいな。そうですよね、ありました、ありました。心で思うだけですけど、うん、で勝手にドギマギするみたいなね。ありましたね。どうせ学生の頃
どうでしたか？僕ね、質問が大きいですね。いや、僕ね、うん、ちょっと、ちょっとこれ恥ずかしいですけど、はい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 、恥ずかしいっていうか、痛い話なんですけど、こう。なんすか、なんすか。隣の子が、はい、を意識してて、はい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 。で、もうちょっと似たような感じですね。なんか目あって、うん、で、ちょっと、どうなんだみたいな感じで、うんうんうん、ちょっと悪ぶって居眠りとかするじゃないですか。ありますね。寝てる男かっこ、寝ている俺かっこいいだろみたいな。そんな感じの、うんうん、で絶対意味ないですけど寝るとき、うん、わざわざ顔を、はい、女の子の方に向けるっていうマジで？いやいやいや、腕組みするじゃないですか。ほんで、まあ、俺の顔を見てくれみたいな感じで、いやいや見せてあげるよみたいな感じで、いやちょっとやばいですねそれ。いやめちゃめちゃハードボイルドじゃないですか。俺寝てるよみたいな感じで。なんで俺言ったんやろこれ。いいねいいね、これカットしないですよ絶対。いやー、かゆい気持ち悪い。え、それでどうなったんですか。どうもなるんすよ別に。どうもなるわけがないでしょ。それってたまにこう薄目を開けてチラチラ確認したりしたんですか。いや、しなかったですね。あー、もう完全にもう寝たふりみたいな感じで、目は怖くて開けないやったものの。ダッセ。女の子もね、怖かったでしょうね。こいつこっち見ても寝てるぞみたいなね。僕もね、これ中学校ね、苦い経験があるんですよ。はい。なんかね、中1の頃に、はい、僕初めてそのモテ期が来まして、おお、うん、まあよくある話だと思うんですけど、はい、その僕の中学校、僕らの中学校ってその3校の小学校が集まって1学年あるじゃないですか。はい、そうですね。なのでそこで結構知らない女子たちとかいっぱい出会いがあって、はい、その時にすごいモテ期が来て、おー、キャーキャー言われた時期があったんですよ。はい、うん、それでうわ知らないけどモテてるわ俺みたいな感じで過ごせたんですけど、はい、中2頃からですね、はい、中3まで、これ奇跡的なのか何かこう悪意があるのかわからないんですけど、はい、席替えとかあるじゃないですか、はい、その僕の隣に座る女子生徒がずっと不登校の女子生徒だったんですよ。はい、なので、はい、僕ずっと隣に誰もいない状態だったんですよ。俺相当嫌われてるんじゃないかと思ったんですよ、ね。え、同じ校ですか。そう、ずっと不登校が一人いて、はい、その不登校の女子がずっと僕の隣だったんですよ。ああ、これめちゃめちゃ辛くないですか。多分その子学校には行けんけど、ゆうすけさんのことが好きだったんじゃないですか。生き量追っかけてきた。なんかたまにこうくじ引きみたいにするときあるじゃないですか、席替え。ありますあります。そういうときは大丈夫なんですけど、はい、みんなで選ぶみたいなときは、はい、絶対不登校の女子が隣だって、え、つらーみたいな感じで、もういいわってなって。選べんのよ。もう使ってないんで、その机、はい。僕の机にしてましたね。もう悲しい思い出なんですけど、小学校の頃も僕ずっと女子にいじめられてたっすからね。そうなんですか。はい。学校行くじゃないですか。はい。そしたら僕の机の上に、女子生徒って成長早くないですか結構。男子より。ああ、言いますね。ね。小学校ぐらいは女の子の方がちょっと背が高いみたいな。そうそうそう。で、僕の知らない言葉たちがいっぱい机の上に書いてるんですよ。お。セックスとか、コンドームとか、コンドームの絵がこういっぱい描いてあって、毎朝ですよ毎朝。違うわ。で、朝の日課として消しゴムでそれを消すっていうねえ、辛い思い出があったんですよ。
まあ話戻しますか。そういう中学校の話は楽しいですね。ね、楽しいですよね。共通の話題になって。マイコはというこうチラチラ見てちょっと面白いところがあるんですけど、はい、自分への目の向け方や話している時の顔の赤さはやはり行為に近いものに感じますほうっていうところで可愛いですよねこれ。確信半分半ば確信してる感じですね。そう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 。でも彼氏はおるんですよね。うん、彼氏は、いるかどうかわからないっていうところで、多分この文章からするとこのスネーク柏木くんはなんかねちょっと若干シャイなところはあると思うんですよ。目が、はい、うとか仕草とか、うんうん、顔の赤さとか、うん、まあ言うてこのスネークさんが夜だけですからね、はいはい、ちょっとまあそうですねデータが足りんですよね。そうですね、まあこのスネーク柏木さんの勘違いかもしれないし、うん、そのしっかりとした彼女は僕のことが好きという確信が持ててないですよね。それさえね、うん、分かればそうですね、相談内容としてもどうなのでしょうということなので、うん、やっぱその主観だけなんで、うんうんうん、その投稿者さんの主観、うんそうですね、だけで好意をこんな感じなんかなっていう、うんはい、しかデータないんで、はいはい、データを取らないかんですよね。まずそうですよね。まあでもどうやってデータを取るかなんですけど、友達に聞いてもうんまあ、恥ずかしいだろうし、女子を通じてあの子俺のこと好きなのかななんてね、うん、確認取れないですもんね。まあそうですよね、うん、統計を取るのが一番あれいいんですけど、人に聞いて、うん、うんうんうん、まあでも、うん、難しいですね。データってまあ数じゃないですか。はいはいはい、数をとにかく取って、うんうん、で人に聞いたらその数を人数分一気に集めれるんですけど、はいうん、それができんってことは日にちを重ねるしかないですよね。はいはい、そうですね。ね。で、ね、それで、ね、日にちを重ねる。まあ数、データの数を収集すると。はい。カメラで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 。ということ。記憶もね、当てにならんすから。そうですね。でもカメラで撮っても通常状態の彼女しか撮れんすねこれ。あーそうですね、まあそのスネーク柏木くんを見てる時に顔が、ね、顔が赤くなるというデータが欲しいですから、はい、うん、まあでも手にカメラ持ってねそれはまあこれは不審者ですよね。はいはい、盗撮ですね。そうですね、この投稿者さんをはい認識させればいいんですよね。そうですね、スネーク柏木くんを柏木くんやと認識してパネルですね、パネルです等身大、そう等身大パネルをにカメラを仕込んでそのカメラで撮ればちょっと何を言いますか。まとめますね。はい、ボブ先生が言いたいのはスネーク柏木くんの等身大パネルを作って、はい、そこにカメラを仕掛けて、はい、その彼女の状態を確認するというデータを収集するということでいいですか。そうですね、朝ね、そうですね、ガタガタガタって、はい、誰もおらん教室にガタガタガタ、はい、彼女の机の前に置いて、はい、そのパネルを、はい、で彼女も、はい、真面目な子なんですよね。うん、言ってますね、優等生で真面目です。優等生で真面目ってことは、うん、一番最初に来るはずです教室に。はいはいはい、だったらもう邪魔もない、うん、もうクリアな情報が取れるん、データが取れるんで、はい、純粋な彼女ね、はい、というわけで
面白いですよね。でも朝彼女が行って自分の机の前に柏木くんの等身大のパネルがあって目にレンズがついてて、キュイキュイキュイみたいなショーですか、目が。サーモグラフィーですか、あの体温体温とかね測れるやつね、つけて顔がそれでね真っ赤になればね、あ、やっぱりこの子は俺のことが好きだったんだっていうデータが取れると思いますので、もう数字は裏切らないですから、そうですもう不安感じることなくお付き合いできると思います、はい、ですよねということで、処方箋としてはこれ何すか、どこまで用意したらいいですかそうですね、まずはこちらの声のお悩み相談室の場所にまでですね、スネーク柏木くんの写真を送っていただけたらですね、はい、こちらの方でその等身大パネルとカメラがついてる、カメラがついた、あとサーモグラフィーがついた等身大パネルを作ってですねお送りしたいと思いますので、はい、それを持って朝早く学校に行ってですね設置していただけたら、はい、彼女の本当の気持ちというものがですねカメラに捉えられると思うのでそれ確認していただいてこれパネルの裏側機械めっちゃついてないですかあ裏側ごっちゃごちゃなんか見たことない機械がめっちゃついてないですかコンセントコンセントだらけこれで、スネーク柏木くんのはい、はい、データ恋が実ればあのこちらの努力も、報われるというコップでございますので、はい、そうですね、うん、まあですね、少々話題にはなると思いますが、はい、学校中のそれも気にせずですね、はい、日々監視していったら彼女の本当の気持ちが分かると思いますので、はい、はい、頑張ってください、頑張ってくださいということでここら辺で終わらせ、そうですね、ていただきますね、こんなもんですね、こんなもんですね、マイクは、はい、ということで、恋のお悩み相談室ではですね皆様の恋のお悩みを募集しております、はい、Twitter や YouTube のコメントの方でぜひコメントしてみてください頼むよ送ってくださいよ本当にどんなのでもいいので、でしっかりと吟味して解決したいと思います、はい、真面目にやってますんで笑いは一切なしで、はい、はい、ということで今日もありがとうございましたありがとうございました、バイ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 、マイクロメーチャルラディオラディオ、マイクロメーチャルラディオラディオ、マイクロメーチャルラディオ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 続きましてですね、はい、いきます、はい、ラジオネームスネーク柏木さん、はい、10代男性の方ですね、はいはい、最近ある女子がないかダメなパターンやなマイクは